オグリキャップオグリキャップの一般公開この項目では過去につなぎ用場所の優秀スタリオンステーションを離れて行われた元競争場オグリキャップの一般公開について記述する1998年9月13日から9月15日まで読売ランドで開かれた JRA フェスティバル98ホースワールドイン読売ランドにて玉まもクロスと共に展示された 放牧されているオグリキャップを一目見ようと、ファンが長い行列を作った。2005年、経営に苦しむ岐阜県地方競馬組合が打ち出した、笠松競馬最高計画の一環として、同年4月24日から5月10日までの予定で、笠松競馬場に滞在した。4月29日と4月30日の競馬開催日には、セレモニーが行われ、コースに姿を見せた。 4月29日には、安藤勝美がゲストとして来場し、オグリキャップとの対面を果たした。東京競馬場のローズガーデン内、ホースリンクに放牧中のオグリキャップ2008年11月9日に、東京競馬場で行われた、一般公開は、アジア競馬会議記念デーのイベントの一つとして、行われた。内容はオグリキャップを北海道から、東京競馬場まで輸送し、 同競馬場のパドックを周回させ、ローズガーデン内、ホースリンクに放牧するというものであった。北海道から東京競馬場への輸送一般公開が計画された。当時、オグリキャップは種ボバを引退し、余生を北海道ニーカップ町の優秀スタリオンステーションで過ごしていた。中央競馬の主催者である日本中央競馬会は、 恒例のオグリキャップを優秀スタリオンステーションから東京競馬場まで 1300km 余り輸送することで同馬にかかる負担を考慮し輸送の際には担当給務員の他に獣医師2名を帯同させさらに体調に異変が生じた場合にはイベントを中止する計画を立てた11月4日オグリキャップは馬運車に乗せられて優秀スタリオンステーションを出発し 函館競馬場に到着。同競馬場で一泊した。翌11月5日、函館港からフェリーで青森港まで輸送され、そこから馬運車で東京競馬場へ輸送された。東京競馬場には11月6日の早朝に到着した。東京競馬場到着後11月6日と翌7日の2回、一般公開当日に行われるパドック集会の 旅行演習が行われた。7日には、ローズガーデン内、ホースリンクのスクーリングも行われた。11月9日の午前11時半頃から、パドック集会が行われた。パドック集会に合わせて、オグリキャップの過去を振り返る映像が放映され、オグリキャップに帰場した、経験のある、岡部幸雄、三内勝美と、第9回ジャパンカップでホーリックスに帰場した。 ランス・アンソニー・オサリバンの3人が、オグリキャップについて語る企画が模様された。パドックでのオグリキャップのテンションは高く、うまっ毛を出す場面が見られた。午後2時頃から、ローズガーデン内、ホースリンクでの放牧が行われた。ローズガーデンの周囲に400メートルにわたる行列が、できたほか、競馬場のスタンドのテラスや近くにかかる立橋から、オグリキャップを眺めるものが多く現れた。 なお、この際に、マナーの悪いファンたちから大量のフラッシュ撮影をされていたが、オグリキャップは終始平然としていた。ド馬ウマの持つ、精神的なタフさを図らずも象徴するエピソードとなった。オグリキャップは、一般公開終了後もしばらく、東京競馬場に滞在し、11月12日の早朝に、北海道へ向けて出発した。 同日到着した函館競馬場で二泊し、11月14日の午後、優春スタリオンステーションに到着した。ありがとうございます。